くん、もうね、フェンダーのベースすごいです。ほんとなんかパワーがめちゃくちゃあって、弾いてて楽しいんですよね。楽器といえばフェンダーみたいなところがあるので、さっき説明聞いたんですけど、ピックアップの工夫がされてて、なんか普通って余弦がでかくて1弦になればなるほどボリュームが出なかったりするじゃないですか。それ結構私も悩んでて、こう指圧でコントロールするように普段はしてるんですけど、このベースはそれを見越してなんかね、音量上げてるみたいなのを聞いて、わかります？この均一感すごくないですか？調節されてるらしくて、このベースの特有のピックアップみたいなね、そうと、あと聞いて感銘を受けました。素晴らしすぎます。なりすぎですねっていうぐらいになってます。めっちゃかっこいいです。この重みがちゃんとあるので、重低音がちゃんと出てくれるし、音もねめちゃくちゃねかっこよくて、私普段持ってるベースも PJ なんですけど、こちらも PJ で、やっぱりね PJ のなんか欲張り感というかPJ だけどちょっとプレベにピックアップ振るのがやっぱり好きだなって再確認しました。素晴らしいですね。完璧じゃないですか。こんな美人な子いないですよ。めっちゃ弾きやすいです。すごい弾きやすくて、ネックも握りやすくて、私は手はどれぐらいかな、標準ぐらいのデカさだと思うんですけど、それでも全然余裕でいけるので、アタックもめちゃくちゃ強いんですよね。スラップのプルでしなくても、指でちょっと弾いただけでなんか簡単にこうアタックが出てくれるんですよね。シーンでも活躍してくれる子だと思うんですけど、私は特にレコーディングとかで使いたいですね。倍音がそもそも違うなっていうのがとてもいいので、レコーディングで特に使いたいですね。指弾きのフォームがめちゃくちゃ好きなのですけど、それにすごく惚れて、スラップ奏法をのアイコニック的な存在になれたらとても嬉しいなと思ってやってます。ベース楽しんでやりましょう私も10年ぐらいやってるのかな、すごいずっと楽しいなって思うし、ずっと触り心地が特に私は好きなんですけど、飽きずにできてるし、なんかね楽器だけは自分を裏切らないんで寄り添ってくれるんで、何があってもすごい大事な存在です。